か、ごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう、はい、はじめまして、ごきげんよう、ごきげんよう、はじめましたなんだな、お前は本当に。じゃあもう認知してないことにするからな。ごきげんよう、はいはいはい、あれですよ、今何してるのとか、どこにいるのとか、そういうコメントは全部ブロックするんで、よろしくお願いします。はい、すいません、大丈夫ですかね。これ誰か定期で書ける？誰か定期でかける、ごめん、ブロックしますからね、有無を言わさず。どんなに私に貢献したあの玄人2割だろうと、今私はそれを聞かれることがすごく嫌なので、はい、必ず現金でお願いします。はい、すいません、もう一人ブロックしましたので。はい、ごきげんよう、ごきげんよう、これからゲームが始まるゲームとかじゃなくて、あのそれを言わなきゃいいだけだから、全然、もうちょっとなんか書き方どうにかならない？来ましたかね。あの定期は定期的に流してくださいね、定期なんで。はい、たまに日本語が読めない人が現れるので、そういった方にはちょっとご退出いただくという感じでやらせていただきます。はいはい、日本語が読めると幸いです。ありがとうございます。ピリついてないよ、いつもと一緒。ちゃちゃ、ごきげんよう、定型文もブロックしようかな。ふふふふ定型文もブロックしようかな。もうそろそろ飽きたかも。ごきげんようとか、こんにちはとか、カーチカーチとか、キュアキュアとか、キュアキュアないかごきげんよう、ごきげんよう、ちょっともう飽きたかも。ごきげんよう打ったやつ次からブロックするから、はい、定型文にさっきまで見てこのルームは私の気分とやる気と気合で成り立っているので、それめげた瞬間にめげます。そう、厳しくなる。あ、そう、今回のオピメアートはゆかちゃんですね。ありがとうございます。ゆかちゃん見てるかな、忙しいかも。あ、クマのペンライトありがとうね。誰か教えてあげて、使われてたよって、素敵な写真です。え、もう本当にオフィメアートめっちゃ可愛く作ってくれてすごい助かります、いつもありがとうございます。可愛いよね。でもこのイヤリングなくしたの、悲しいことに。なんかふわり愛でロキってその時につけてたんだけど、
どっか行った多分ホテルに入ってきた そうか、間違えてなおにぎりのゴミと一緒に捨てた。紛失、そう、悲しい。マジでお気に入りだったのに、このイヤリング。可愛いです。ありがとうございます。定期、誰か定期のくせに定期じゃなくなってるから、定期にしてちゃんと。悲しいけどめちゃくちゃ明るい。あるある。え、ホテルに置いてこない？私ホテルとか車とかになんか身につけてたものを置いてきて、もうマーキングなのかなみたいな。おしゃれおにぎりになっちょう。ああおにぎりと一緒に捨てたからってこと？じゃあおにぎりと一緒に捨てたんじゃなくて、おにぎりのゴミと一緒に間違えて捨てたかもっていう話。そうそうそう、あの勘違いがあったらあれなので先に言いますけど、ちょっと今あのちょっと移動中でして、息を殺して聞いてるスタッフさんが3人いるので声が聞こえたらあの男かとかならないでください。普通にスタッフさんです成人男性が3人いますのでちょっとそれだけご理解いただけるとなおよしという感じで、はい、あの別に大丈夫です、はい、そういう感じじゃないのではい、勘違いしないでくださいね。こういうのさ、なんか切り取られてさ言われたりするから。安全で良きね。今日私を 2,3 回見捨てたスタッフさんなんで、別に全然あのあれじゃないんですけど、お疲れ様とかいらないんですけど切り取りひどいですよ。切り取りはね、じゃあなんかツイッターとか TikTok は少なくなったんだけど、やっぱ YouTube がねひどいね。未だにこういうラジオでも切り取りのがあるので、すごいそれになんかアンチコメついてたりしてるので、これだけちょっとやめてほしいなっていう。見捨てたスタッフには強く当たっていいですか？もうそれはもう強く強く当たってください。お疲れ様って打とうとしてた、危ねえいや、お疲れ様でいいんだけど、全然今も配信のねためにね息を殺してくれてるんで別にいいんですけどあ、そうそう、まずまあ今日ロケだったんですけど、雪上で2回ほどと、あと陸上で一度見捨てられましたね。私はね荷物タイプなので覚えてますけどはい、3回もリカちゃんを見捨てた。そうだよ、ぽーいって雪の上にあの怖いお姉さんの後ろに乗せられてバイクで乗ったのあとなんかソリをなんか800メートルぐらいあるソリを一人で滑ってくださいみたいな状況にさせられたのとみたいなひどいよね。2回までね、それだけでだったら許したんだけど、陸上でも一度見捨てられたので、もうちょっと最低だよねひどいですねひどいよね見捨てスタッフなんてやらない。え、そうだよ、しかも今日あれですよ、あのなんだロケもう、まあ、急遽決まったのであれだったんですけど、スタッフさんどういう顔して聞いてる？ニヤニヤしてるよニヤニヤしながら聞いてる、うん、でも経費であのスキーウェア落としてくれたから許した最近暴露ブームだからなんかリアル
なんだっけ、なんか告発します。告発していい？告発していいって、経費でスキーウェアを落としてくれました、パッパラ。いい告発だよね。経費大勝利、スタッフさん経費ありがとうございます。だってほらよかったね、経費ひとしお仲良しなんです。いえ全然、犬猿の仲です。はい、誰かほら定期やんないと、こういう不届き者がブロックされて悲しい運命をたどるから。暴露本出そうか、そろそろ出していいと思ってる私。うん、経費日記、経費日記、写真日記、カメラ日記です、今日いるのは。今日いるのは、はい、スタッフさんとしては、はい、写真とカメラ一緒じゃね。なんて言うんだっけ、スチール日記、カメラ日記。そうがいる。運転手日記、運転手日記が経費日記ですね、責任者日記。そうそうそう、質問があったらぜひ受け付けますよ私が。そうそう、たまに私のリールとかにね映り込んでる人たちです。見捨てたの何日記ですか、全員ですね。全員に見捨てら、気づいたら誰もいなかったんだもん私。ってなってる間になんかことが進んでいき、大変だった。経費日記はゴールド免許ですよね、そうなんじゃない、知らんけど、でもわかんない、捕まって総顔、全員か。ゴールド免許ですか、あゴールド免許だかなかなっていう感じですね。うん、全2期に見捨てられた。そうだよ、みんなね陽キャなんです、私は陰キャだから、すごいいつも温度差を感じて、 INTP じゃん私、他 E しかいないこの空間。え、何ですか INTP、 なんだっけ MBTI 知ってる、何ですか、忘れたかい。え、多分 E しか、 E ですか、 E は E、 あとで言う、あとで言うらしいです。IN、 私は INTP なので、もう I、 そう、ドインキャなんです、しかも T だからインキャのネガティブ、最悪だよね。内緒日記って言われてる。今のはカメラ日記です。ムービーの方のカメラ日記。あ、 INFP だ、一緒じゃん。INP まで一緒ですね。じゃあもう陰キャかけに陽キャかけにっていうバランスの取れたチームで構成されています今回は。え、いつもはね陽キャしかいないんだけどね、今回は、でもわかる、仲介者っぽいですね、うん、そう、癒し系カメラマン。癒し系カメラマンです。え、そう、陰キャでネガティブ、素晴らしいです、私めっちゃ陰キャだよ、何回やっても。なんか質問変わったんだよね、分かりやすくなったらしい、なんだっけ MBTI の質問がなんか
日本語訳が変わって分かりやすくなったらしくて、私それでやっても INTP でした。もう無理なんだと思う、 E になることは。そうカメラ日記、そう、あとはもう E の陽キャの人しかいない。怖い怖い、 T シャツってそんな顔してる怖い、陽キャイコール C 社なの、助けてこれ誰か私の概念変えて、怖い、諦めないで、 E に必ずなれる。なれないよもう、だって私めっちゃやってるけど何回やっても INTP なんだもん。そう、でもどうせみんな、どうせ私の配信見